こんにちは。バスケットボールコーチ谷村です。ちょっと前に子供たちに向けて自主練動画で、ドリブルを使ったものとか、紹介してたんですけど、今日はお家でできるものを紹介していきます。やっぱ体幹の強さとか、股関節周り、お尻、筋肉を正しく使う、操作が上手になるというところで大事なコアトレーニングについて、僕と一緒にトレーニングしていきたいと思います。楽しんでやっていきましょう。はい、まず最初に呼吸からいきます。はい、寝っ転がって、腹式呼吸、息を吸ってお腹を膨らませる、吐いてお腹を縮める、これがウォーミングアップです。とっても大事です。いきましょう。4秒間でお腹を縮める、4秒間吸ってお腹を膨らませる、はい、ヒップブリッジいきます。10秒間いきます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、つま先上げます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、次は足を上下に1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、反対1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、最初の姿勢1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、片足上げ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、反対1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、ラスト1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、インターバル1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、もう一回1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、つま先下ろす1 2
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。はい、次プランクいきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。はい、サイドプランク1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。はい、反対1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。はい、フランク1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。サイド1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。反対1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。じゃあ次ランジいきましょう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。次は下半身をひねっていきます。膝を内側に入れながら方向を変えます。1,2,3,4,5,6,7,8ひねってく。9,10。休憩。膝をこう股関節からしっかりと回してひねっていくっていうのが大事ですね。ムス1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。はい、
体幹に戻ります。股関節から1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。顔もお尻のところに入れます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。反対、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。最初に戻って1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。次はももの内側を鍛えます。こういう風に、ね、転がってこっちの足を持ち上げていきます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。反対、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。まだまだ追い込みます。次は外に足を1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。最後はグッパ2 3 4 5 6 7 8 9 10。はい、手を回します。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。
毎日積み重ねれば確実に成果が出る、トレーニングだと思います。まあ、この冬でねこれを継続してくれると本当に、春になる頃には、プレーが変わってきてるんじゃないかなというふうに思います。結構ハードなトレーニングなんですけど、ぜひ無理なく、頑張ってやってみてだんだんできるようになるというところがね、面白いと思いますので、ぜひお家でやってみてください。できる範囲でねやってみてください。はい、今回の動画は以上です。ぜひチャンネル登録とか、リストに入れてもらったりして高評価を押してもらって、何度も見れるように毎日できるようにやってみてください。ありがとうございました。